ライザーいる？タオ？どうぞ。いらっしゃい。あ、レントも一緒なんだ。タオがな、久しぶりに3人で話したいんだってさ。大歓迎だよ。ほら、座って座って。今更だけど、タオって空剣島にいた時と使ってる武器違うよね。ああ、それね。ハンマーは重いし、ちょっと邪魔だったからね。軽い双剣に変えてみたんだ。いいと思うぜ。体の両側につけりゃバランスが崩れることもねえからな。てか、俺も気にはなってたけど、そんな理由だったのか。まあね、2つあるうちの1つがそれかな。2つ？じゃあもう1つは？教えてあげてもいいけど、その代わりレント、僕に剣の稽古をつけてほしいんだ。なんだ？教える代わりにってか？まあね。それに3年間で結構鍛えたんだ。きっといい勝負できると思うよ。言うじゃねえか。よし、一丁揉んでやるぜ。まいったよ、全然勝てる気しないや。少しは鍛えてるみてえだが、剣術一本の俺が負けてられねえよ。それにしたってレント強すぎだから、全然疲れてもいないみたいだし。呼吸や動きのコツをつかめば簡単だぜ。さてと、それじゃあ聞かせてもらおうか。タオが剣に持ち替えたもう一つの理由ってやつをな。そうだったね。僕が剣に持ち替えたもう一つの理由は、レントに憧れたからなんだ。おいおい、なんだよそのつまらねえ冗談は。本当だよ。3年前フィルフサ相手に剣で戦うレントがとってもかっこよく見えてさ。それで僕も真似してみたくなっちゃって。わかるかな、戦ってる時のレントって普段よりもちょっとだけかっこいいと思うし。ただまともに修行してなかったから、レントみたいな剣は重くて扱えなくって。それで短い双剣にしたんだ。双剣なら2本あって心強いでしょ。いやいや、初心者が双剣とかやべえだろ。普通は1本から練習するもんだぜ。
そうだよ、しょうがねえやつだな、まったく。てか、なんて理由だよ、恥ずかしくなるようなこと言いやがって。聞いてきたのはレントじゃないか。いや、最初に聞いたのはライトだろ。おかげで恥ずかしい思いしまったじゃねえか。ひどい言いがかり。でも聞けてよかったと思うよ。レントもそうじゃない？ま、悪い気はしねえな。ライザ、少しいいか。ボース、どうしたの？珍しいじゃない。話があってな。忙しかったか。ううん、大丈夫、入って入って。話ってのは他でもない、この間のことだ。もしかして剣の稽古のこと？そうだ、キロに会いたいからという理由に嘘はない。疑ってないよ。けどそれだけじゃないんだ。今の俺にとってはもしかしたらこっちの方が大きな理由かもしれない。それってどんな理由なの？お前だよ、ライザ。正確に言うなら、お前たちだな。ライザ、タオ、レント。俺はお前たちに。3年前からずっと、お前たちに、劣等感を抱いて生きているんだ。はい？なんだその間の抜けた驚き方は。いや、だってありえないでしょ。それ村の顔役であるブルネン家の後継ぎなんだよ。ボースが私たちに劣等感抱くところなんてどこにもないでしょう。そういう無自覚なところも俺の心をえぐってきやがる。ライザ、お前には錬金術があるだろう。タオには知識、レントには剣の技術がある。どれも自然と手に入るものじゃない。努力して身につけた俺にはない誇るべき力だ。それに比べて俺にはお前が今言ったブルネン家の後継ぎであることしか誇れるものがない。お前たちのように自分の力で手に入れたものではなく、生まれながらにして与えられたものしかないんだ。ボスは考えすぎよ。勉強も剣も錬金術もただの特技なんだから。だがその特技一つ俺にはない。
だからこそ俺は考えて一つの答えにたどり着いた。剣も勉強も両方を兼ね備えた男になれば自分を誇れるんじゃないかってな。そうすれば俺は胸を張ってキロに会いに行くこともできるだろうし、何よりお前たちと冒険に行く資格も得られる。それを胸に俺は3年間必死に生きてきた。これが本当の理由だ。バカだよ坊主は。資格なんてそんなの必要ないのに。俺にはそれが必要なんだ。じゃなきゃ俺が自分を許せない。これが俺の本音だ。聞いてもらえて少しすっきりした感じがする。礼を言っとくぜ。待ってボス、どうして私に話してくれたの？もうごめんだからな。一時の恥を恐れたせいで10年近くいがみ合うことになるなんてのは、本当に大事なことは逃げずに言う。それがブルネン家の男だからな。ボスが劣等感なんて、そのせいであんなボロボロになって。そんなのなんか悲しすぎるじゃない。クリフォードさん、地図ってそんなに楽しいの？ああ、見てるだけでワクワクしてくるぜ。世界はまだまだ広く、このどこかにまだ見ぬお宝がたくさん眠ってるんだと思えるからな。理解できません。お嬢様にはこのロマンが理解できないか？それともトレジャーハンターなんてのは泥棒と同じように思えるのかな？泥棒？所有権が存在しないようなものを手に入れる行為は泥棒ではないでしょ。単にトレジャーハンターという職業をよく知らないので、ロマンも理解できないだけだと思います。あー、そうか。つまりだね、大昔の人間の残した遺跡や洞窟に入るだろう。そこで無数の罠や仕掛けをくぐり抜けて宝を手に入れる。これが俺たちの目的ってわけ。罠がない場所で見つけた宝には興味がないということですか？いやいやいや、そうじゃない。重要なのは当然罠とかじゃなくて宝さ。ただ手に入れるのに苦労すればするほど
手に入れた宝には価値が生まれるのさ。なるほど、苦労して手に入れたものほど高く売れるのですね。そうとは限らねえ。とりあえずどうにか食いつないでいける程度のものだが。ちょっと待ってください。どうにか食いつないでいける程度のものなんですか？遺跡や洞窟に入って危険な思いをするんですよね。それで手に入るのが食いつないでいける程度。失礼ですが、それは本当に宝なんですか？だから、そんなしょぼくない一攫千金の宝を狙って旅をする人間、それがトレジャーハンターの生き様なんだ。ロマンなんだよ。勉強になりました。宝にもいろいろあるんですね。クリフォードさん、大丈夫ですか？まだ泥棒扱いされた方がマシだったぜ。忙しそうだな。邪魔なら出直すわ。ううん、平気だよ。すぐ終わるからゆっくりしてて。悪かったな、忙しいのに邪魔しちまって。何それ、今さら気を使うような仲でもないじゃん。まあ、そうなんだけどさ。それで、どうしたの？何か用事があって来たんでしょ？ああ、ライザは島で錬金術師とか先生やったりしてるんだろ？それやってて、なんか感謝されるようなことってあるか？感謝っていうとどれくらいのことかな。薬を作ってあげたり、漁師さんたちに新しい餌を届けてあげた時は喜んでもらえるよ。あと教えてる子供たちが帰る時なんかもありがとうって言ってくれるけど、あれは挨拶かな。チビたちなりの感謝だと思うぜ。じゃなきゃ挨拶でも言わねえだろうし。そうだったら嬉しいな。絶対そうさ。ライザは島の奴らから必要とされてるんだな。ありがたいことにね。そうみたい。ありがたい。そうでしょ。だって私たちたった3年前まで厄介者の悪党に見られてたんだよ。なのにそんな私が必要と思われるような存在になれたんだもん。
人から信じてもらえるって大きな自信になるからとってもありがたいことだなって思ってるの。なるほどな。あ、恥ずかしいこと言っちゃったね。いや、そんなことねえよ。誰かに必要とされて感謝されることは自分の自信につながるか。そうだよな。誰かから必要とされたり感謝されたりするのって嬉しいことだよな。レント、何かあったの？いや、別に。いい話聞けたぜ。ありがとな。知れないよ。だから聞かせてほしいな。それじゃあ私ね、オートを出ようと思うの。え？あ、出るって言っても引っ越すわけじゃないの。旅とか冒険なんていうのはかっこよすぎかな。大雑把に言うと、いろんな土地を回って歩く長期の旅行に出ようと思ってるの。いろんな土地のいろんな料理を食べて研究して再現できるようになりたくて。すればここに帰ってきた時にいろんな料理を出すことができるでしょ。なるほど。で、あれ？それってまさかお店でいろんな土地の料理を出すための研究旅行ってことなんじゃ。そういうことになるかな。ライザたちの故郷の料理を出したとき、レント君たちとっても喜んでくれたでしょ。あんな風にずっと自分の故郷に帰っていない人たちに懐かしい味を届けられるようなお店にしたいのよ。ゼフィーヌさんらしいよ。けどとっても素敵だと思う。大好きなお店と大好きなお客さん、そのどっちも幸せにしたいって気持ちが溢れてるよ。
ちょっと欲張りすぎかしら。そんなことないよ。せっかく冒険に行くんだから、欲張れるだけ欲張らなきゃ損だって。私、応援するよ。このお店に来る人たち、全員を幸せにするって目標、絶対に実現してね。うん、ありがとう、ライザ。私、頑張るから。ここがこの遺跡の一番奥か。うん、多分奥に行く道があるとすればこの辺りだと思うんだけど。それじゃあ探してみるとしますかね。ライザ、どうかしたの？ごめん、少しアンペルさんの様子が気になってさ。アンペルさん？フィーちゃんと遺跡の水晶について話をした時のこと？うん、アンペルさんは何か引っかかってたみたいだった。それって何だったのかなって。水晶に異界の魔力。遺跡を作った人たちは何に使ってたんだろうね。ライザー、クラウディア、セリさんが何か見つけたってよ。行こう、クラウディア。うん。この奥よ。この奥って崖なんだな。向こう側からこの遺跡と同じ力の流れを感じるわ。そうは言ってもとても渡れませんよ。できる？え？錬金術ならできる。飛び越えるのは難しいけど、橋を架けることならできそうな気がする。橋なら任せろ。旅の途中で川や崖を渡るのに木を切り倒して橋代わりにしたことがあるんだ。どこかにでっかい木があれば。錬金術で橋を架けるからそれでいい？お願いするわ。うん、任せて。新しいレシピ思いついちゃった。これならあの崖に橋を架けられるはず。
待っててね、フィこれでよしっと。よしって何も起きないぞ。まあまあ見ててよ。これで先に行けるでしょ。こいつはすごい。木が一瞬で成長するなんて。錬金術ってこんなこともできるんですか。俺が知る限り、こんなのは初めてだな。とにかく先に進もう。セリさん、道案内お願いできるかな。ええ、向こうの方から強い森の魔力を感じるわ。ついてきて。間違いないわ。他の遺跡と同じ魔力が森全体に通ってる。いえ、今までよりもずっと強い。この辺りの異常なほど強い森の匂い、これもその力のせいなのか。じゃないわ。これだけ強い魔力なら、おそらく魔物も。ああ、強い魔物の気配をビリビリ感じるぜ。え、そんなに強い魔物がいるの？してください。まだ魔物が現れたわけでもないのに。みんな気をつけて進みましょう。ここで取れる素材、調合次第だけど結構いい傷薬を作れそうかも。そういえばボスの手ずっとボロボロだな。もしかしてちゃんと治療してないとか。うん、ありえるわ。それあいつ自分自身に対しても強がりそうだし。私たちへの劣等感だけであんなボロボロになるまで頑張るなんて、やっぱり悲しすぎるよ。
決めた。ここにある素材を使って手の傷に効く薬を作ろう。それで私も伝えなくちゃ。ボスに伝えなきゃいけない大事なことを。思いついちゃった。どうしたの？あ、ライザさん。買い物をしていたのですが、つい買いすぎてしまい、重くなってしまって。ずいぶん買ったね。私も手伝うよ。私に買ってしまった私の不始末です。休み休みでも自分で持って帰るので大丈夫です。でもこれは多すぎるような。お、何やってんだこんなとこで。ずいぶん買い込んだな。こんなに買ったら持って帰るの大変じゃないか。休み休み持って帰りますので平気です。
それ全然平気じゃねえからな。俺に任せとけ。大丈夫ですから。自分で買ったものなので持ち帰るのも自分で。力仕事は俺みたいなのに任せときゃいいんだよ。ほらさっさと行くぞ。レッドさん大丈夫ですか。かなり重いでしょ。旅で持ち歩いてる荷物に比べればどうってことねえよ。これくらい。たくましいんですねレントさんは。私の知る男性では珍しいタイプです。レントさんみたいにたくましい男性は父以外に見たことがありません。そうなのか。周りの大人とかにはいないのか。周りの方々、貴族の男性は基本的に腕力とは無縁ですから。タオさんも頭脳派ですし。まあタオは昔から腕力とは最も無縁なやつだったな。本の虫でいっつも手放さなかったし、喧嘩からも逃げ回ってたからな。いえでも腕力はなくてもタオさんにはたくさんいいところがありますから。そりゃそうだろう。タオはいいところの方が多いやつだぜ。タオは腕力はなくても頭がめっちゃいいからな。あいつの知識に何度も助けられたっけ。そうなんですか。ああそれだけじゃねえぞ。あいつ喧嘩が苦手とか散々言っておきながら、前の冒険の時は逃げ出さずに最後の最後まで俺たちと一緒に戦ってくれたんだ。すっげえ勇気あるんだぜ。あとほら到着だ。ありがとうございました。本当に助かりました。礼を言われるほどのことじゃねえよ。今後ともタオのことよろしく頼むぜ。あのライザさん、レントさんってすごくいい人なんですね。一見そうは見えないところが問題なんだけどね。